皆さんこんばんは。今日も夜がやってまいりました。というわけで今日も古民家で晩酌、早速始めていきたいと思いますけれども、今日のテーマは冒頭見ていただきましたように焼き鳥ですよ。ということで鳥吉の焼き鳥で飲む、そんな感じです。では早速いきましょう。まずはいつものようにこれから、はい、今日の1本目はこれ、キリンラガービールですね。では早速いただきましょう。そしていつものように健康第一ジョッキについていきます。はい、まあまあいい感じに入りましたね。ではいきます。人は乾杯の数だけ幸せになれます。全国の皆さんご一緒に乾杯しましょう。いきます。今日も一日お疲れ様でした。乾杯。うまい、うまいけど突きっぱらに流し込んだからキューンってきたよ。まあそれがいいけどね。そんな感じです。はい、今日はもう焼き鳥先に焼き始めてますよ。めっちゃいい感じに焼けてるね。まあここに焼いてるのを紹介していくと、これが鶏皮、これがもも、ネギ、そしてこれがズリ、まあ砂肝やね。この3種類まず焼いてますよ。では早速食べていきたいと思います。はい、ではこの鶏皮から食べたろ。めっちゃ美味しそう。肉厚の鶏皮ですよ。鳥吉さんの鶏皮は本当ボリュームあっていいよね。安いのに。ではいただきます。はい、めっちゃ熱々。お、うまい。もう鳥吉の鶏皮って間違いないよね。ビールに合う。はい、そして次はあれ、つなぎも食べようと思ったらなんか俺じゃない手が出てきたよ。君は誰や？おいら、名古屋からやってきたゴン太だよ。焼き鳥食べに来たんだ。だからちょっと鳥吉の焼き鳥の味を確認させていただくよ。熱っ熱っ熱っ、俺猫舌やから熱いわ。でもうまいな。とうまいわ。今日は俺はお茶やけど、ちょっとお茶飲んでみようかな。お茶に合うか確認しよう。うん、この焼き鳥はお茶にも合うな。そんな感じです。はい、そしてそろそろもも、ネギもいい感じやね。それからちょっと右の方では唐揚げも焼き始めてるよ。鳥吉の唐揚げもうまいからね。では早速このもも、ネギいただこう。鳥吉のもも、ネギはね、鶏肉が新鮮やからめっちゃうまいよ。これを一旦お皿にのせて、そしてこれかけていくよ。はい、一味ニンニク、これかけるとほんとうまいからね。一味でピリ辛にもなるし、ニンニクで旨味が増す、そんな感じよ。はい、
これでいただきます。はい、うん、ほんと鶏肉が新鮮、もう本当に食べた感じでもうすぐわかる、それが鶏よしの焼き鳥。ビールが進むくん、おいら唐揚げ食べようかな、ユーチンさんいいかな、俺食べてどうやら良さそうなんでいただくよ。久しぶりの鶏よしの唐揚げやね、暑いからちょっとフーフーするよ。暑い暑い、俺猫舌やからこれでも暑いわ。でもうまいな、この味付けがな、鶏よしのおばちゃんの味付けもう懐かしいわ。ほんと久しぶりに食べたけどうまい、そんな感じやでなあ、サルキチ、そんな感じ。おいサルちゃんに何勝手に話しかけてんねん、俺の弟子のくせして、ちょっと100年早いんちゃうか。もう一口食べてみ、お前。はい、お、やっぱりうまいな。ところでサルちゃんと俺の声ほぼ同じなんやけど、やっぱりそれはしゃあないかな、指定の間からやから、まあそんな感じです。はい、そして俺はこのズリいただこうかな、つなぎも。これにもちょっとかけたいものあるから一旦お皿に置いてこれかけていくよ。はい、ガーリックスパイスかけていきますよ。これうまいからね、まあこれでさらにうまなってうまさ倍増っていう感じやね。いただきます。はい、ガーリックスパイスうまいね、ほんとなんていうの、香りがいいのよ、香りが鼻から抜けるっていう、そんな感じ。うますぎて1本目終了、そんな感じです。はい、2本目はいつもの本麒麟いただきます。そしていつものように YouTube ジョッキについていきます。はい、チャンネル登録お願いします。チャンネル登録をして俺と飲み仲間になりましょう。では2本目本麒麟で乾杯！やっぱりうまい！はい、では次は唐揚げ食べようかなと思ったら、なんか橋が出てきたよ。この橋は誰の橋やって、まあゴンタしかおれへんけどね。ゴンタよっぽど気に入ったのか、その唐揚げ。そうなんだよ、こんな唐揚げ名古屋では食べれないからね。やっぱり鶏よしは尼崎にしかないからな。名古屋にも支店作ってほしいけどな。
まあ、あのおばちゃんじゃ無理やな。もう、棺桶に片足、足突っ込んでるからね。まあ、仕方ないから帰ってきた時はいっぱい食べる。それが俺の心意気や。まあ、ようわからんけど、いただくよ。熱い！やっぱり熱いな。まあ暑いけど、口の中ちょっとやけどしたけど、それでもうまい。まあこれは俺の予想では、お茶に合うと思うね。ちょっと飲んでみよう、お茶を。これはうまいよ、うまい。これは俺の同級生の大谷翔平にも食べさせてあげたいぐらいうまいよ。まあそんな感じやな。大谷くんアメリカで頑張ってや。そんな感じです。はい、では俺はこっちの手羽餃子いただこうかな。手羽餃子もいい感じやね。いただきますよ。はい、手羽餃子めっちゃうまそう。これうまいね。ニンニクも結構効いてる感じ。これは言うこと、nothing。 なんか久しぶりに鳥吉の焼き鳥食べるとやっぱりうまいね。まあ久しぶりって言っても1ヶ月弱ぐらいぶりやけどね。前はほんと毎週食べてたからね。だから3週間ぐらい経つとめっちゃ昔に食べた気になる。そんな感じよ。今はちょっと食べるものがあまりにも多すぎてね、なかなか鳥吉の順番が回ってこないけどね。ところで猿吉くん、今日は何飲んでんの？それどうしたの？はい、猿吉です。いやーちんさん、これですね、キリンのラガービールですよ。これどうしたかっていうと、おばはんがなんかウキウキして買ってきてくれました。なんでかっていうとね、まあそこにおる名古屋から来たゴンタ、この俺の弟子がね、まあ一泊だけやけど、なんか今日卓球の試合やってこっちに来たんやけど、それでまあ明日帰るんかの、まあそれでサルちゃんにその恩恵としてですね、このいいビールが回ってきたっていうこと。まああのおばはんがね、いつもそこに座ってるけど今日はあっちにおるす、おばはんがね、ご機嫌でサルちゃんにくれましたよ。どんな感じでくれたかっていうと、サルちゃんが玄関まで今日帰ってきたからお迎えに上がってね、おばはんさん今日もお勤めご苦労様でしたって言ったら、サルちゃん私、機嫌いいから、はい、このラガービールのロング缶あげるよ。はい、どうぞ。って言うんです。まあ、ちょっと気持ち、めっちゃ悪かったけど、それでもありがたく受け取って、今飲んでるっていう、そういうわけですよ。なあ、ゴンタ。ゴンタ、今日はお茶か。なんか、喉の調子が悪いのか。もう、風邪気味なのかな、ようわからんけど。なんか卓球の試合で帰ってきた割にはお茶飲んでんのか。まあ大谷くん、メジャーリーグの大谷くんもなんか風邪気味とか言ってたからね、まあそれが映ったのかな。同級生やからね、同級生って言っても違う学校で同学年っていうことやから会ったことないわな。ただ大谷翔平くんはね、サルちゃんの弟子でもある。この間ホームランを打てなくて、なんか連絡来たのよ、大谷くんから。お師匠さん、ホームランの打ち方がわからなくなりましてって言うから、お
大谷君久しぶりやな。ホームランはね、こうやってカコーンって打ったらいいのよ。あんまり深く考えるから打てなくなるの。君、気真面目やからな。だからカコーンって打って、わかったかって言ったら、その日からホームランを打つようになった。それはですね、もちろんサルちゃんのおかげですよ。それだけ言っとくわ。まあ、そんな感じやね。なあ、ゴンタ。はい、そうですって言ってます。まあ、言ってるかどうかようわからんけど、そんな感じやで、ね。ということで、今日もビールもらったんで、おまはんに俺だけ言っとくの、また後でしばかれるから言っとくよ。おまはん、おまはん、今日はなんか、ゴンタ帰ってきて、気持ち悪い感じでビールくれて、ありがとうのそれだけ言っとくで、そんな感じで、今日はサルちゃんもいい感じでビール飲んでる。そんな感じです。以上。そうやったよね、サルちゃん。サルちゃん弟子いっぱいおるね。全国にっていうか全世界におんのかな。大谷翔平もサルちゃんの弟子やったんやね。まあようわからんけど、大谷翔平にホームランの打ち方を教えたらしいね。ようわからんけど、だから打てるようになってきたのかな。まあそれは置いといて、ふと時計に目をやると、まあまあいい時間になってるんで、そろそろエンディング行こうかな。なあゴンタ。はい、ということでゴンタもなんかお師匠さんと戯れてるんで、まあそれを見ながらエンディング行かさせていただくよ。ということで今日も見てくれてありがとう。コメントとグッドボタンはお願いします。それだけ言ったら今日はここまで。残念無念、また次回も見てね。イエロピクー。